妖精、中身の野獣、オイラ、橋本ピットと申します。今回は去る6月14日千葉幕張メッセで行われたジャパンドローン2021展示会に行ってきました。まずはソニーブース、初のメイドインジャパンのエアピーク、オイラの田舎のアメンボに行けます。一眼レフで撮るためのドローンって感じ。バッテリー2個詰めるようだけど、これは果たして。そして驚いたのがアイサンブース、この大型ドローン、あるいはリーザー乗せたやつ、なんとなくオイラのわがままボディにも似てます。関係者に話を聞くと、どうやらこの赤いのはモックアップ、反対側にあるのが中身の動力で、あの卵型の中には最大5キロの積載が可能とのこと。実用化が待ち遠しいですね。こちらに関してはその斬新すぎる野郎。そして最後に紹介するのはオイラの故郷福島県にある福島ロボットテストフィールドです。ここは2011年3月11日原発事故の跡地に作った国認可の総合施設です。ドローンだけでなく、いろんなメカニックの実現から撮影まで幅広く行われています。広大な敷地を生かしたコスプレイベントもよくやるそうです。そんな感じでジャパンドローン2021では世界に飛び出すための最先端のロゴ技術が満載でした。以上、オイラとこの動画に恋しちまった人は作品のシェア、チャンネル登録、いいね、コメントをよろしく。それではアリーベデルチ、またねー。